分かってんの。このままやったらペーパーなのに8人ぐらいできるのに、向こうがオレンジの丸でなるんですよ。オレンジの丸簡単に言うけど、なかなか簡単じゃないね、降りるの。一般的に言われるから、もう、全然。
戻ってやすいよ。
ビッグフットの相性悪いし。
ツ履いてるか知らない。赤星さん今さ、赤星さんだってさ、あったら出てんのよ。中断で出てないんだよ。あれもう手つき指示がありますよ。あいつの必要だっけ。なんか動画に誘われてたけど、地下に入ってこったからしてる。分かる。この前、なんか、意識に言われてたけど。あ、だけど、あいつはうちでやってるけど、権利品でそう。ああ、それとあと、たけしも。はい。そのせいでこっちが出れる。ああ、一部で。だってここもまたメンバーがさ、いい時と悪い時って言ったんだよな。6戦が多いからいいんだよな。なんか、よう、チームプレーもよう言ってるよ。メンバーになった。1人2人。勝負は分からへんからな、ハンダトップ東海だって一番分からん、見読みにくいな。つもりはおりゃハンダだって強いな。本当の権利に。
かっていうと、その辺が、そうすると点取れんわな。だって点ほとんど得失点差とか言ったって点が0点で引き分け1点変わるから、うん、寒か。ここもだけど風が夕方になると出てくるで寒い。だって絶対寒いじゃん。そうだから1年は本当にメンバーがあいつらとやったとき、ガリア選手権で、高浜って、あいつが入ってるとこ、山田だっけ、なんて言ったっけ、下の名前で呼ばれてるよな。あいつなんかお前、借りてきた猫のようなおとなしい人だけど、まあ、ここの子からボッコボコ入れられて、5点か6点ぐらい入れた、前半だった。寒いな、さあ、試合やっと終わったと思ってさ、ガリアの高浜ってどうだったかな。ここには勝つなもんね、安城マスターだよ。接戦で、まあ、やかな試合だなと思ってたけど、高浜もみんな強いんだよ。切っちゃいました。うん、だからうち2本目で連続で高浜だったんだけど、アップ十分なんだよ。マジなんだ。でシニアも40のメンバーだね、実はほとんど。俺らは20代だけど、試合なら。名前を一緒にして。篠川さん、最後だよ。下、クレスク。ないですよ、ないですよ。40だけど、まあそうだよな。名古屋でかなんかに活躍の場を求めるしかないけどな、予想に入る。それをよし、よし、じゃあみんな、やっちゃったらさ、まだ今、その40手前のやつが、ね、他のカニアのリーグ。5番のところのチームが、あいつは借り上げで下げないんだよな。そう、ちょっとどこかよりもいいな。ああ、分かった。早いな、上げてた。
はい、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